2005年、イタリアでのコンサートブルは、イギリス出身の男性4人組 R&B グループ。ロンドンを拠点に活躍。全世界で700万枚のアルバムと400万枚のシングルを売り上げる。2001年5月にデビュー。日本でのレコード会社は、東芝 EMI。2001年5月、シングル、オールライズでデビュー。UK チャート4位に初登場し、 5週連続トップを飾る。後、デビューアルバム、オールライズをリリース。イギリスでは、ダブルプラチナを獲得。周囲からの評価も高く、スマッシュヒッツアワードのベストニューカマーションや、3種のビザールポールでのニューカマーショーを、デイリースター氏が選ぶ、ホットポールのベストバンドショー、ペプシチャートのピープルズチョイスアオーズのベストニューカマーショーなど、 数々の賞を獲得。2002年、ブリッドアワードの2部門にノミネートされ、ブリティッシュニューカマー賞を受賞。3月には、キャピタル FM アワードで3つの賞、ベストシングル賞、ベストニューカマー賞、ベストポップアクト賞を受賞。6月に、エリザベス女王即位50周年イベントとなる、クイーンズジュビリーに、クイーンな有名アーティストと出演。11月には、 セコンドアルバム、ワンラブを発表。このアルバムで、エルトン・ジョンとの共演を果たす。リリースした後、彼らは、グループ結成以来初の本格ツアーを開催。前衛及び、アイルランドのアリーナ級のビッグな会場をめぐる、超大規模なツアーとなる。そしてこの年、ヒートマガジン誌、ホットスターズマガジン誌、及びデイリースター誌の年末投票で、それぞれ、 ベストグループの栄誉ある賞を獲得。2003年11月、3枚目のアルバム、ギルティーをリリース。日本版のボーナストラックには牧原則之が書き下ろした曲、ザギフトを収録。2004年に入り、ソロ活動が忙しくなったことなどから、グループ活動の休止を発表。11月には、ベストアルバムや、同名ベスト DVD、ベストオブブルーをリリース。 2005年の3月と4月には、UK アリーナツアーも予定されたが、メンバーのリー・ライアンにドクターストップがかかり、キャンセルとなった。その後解散。メンバーのソロ活動としては、グループ活動休止前の2004年中に、ダンカンがいち早くシングルをリリース。2005年にはリーが、リー・ライアンとサイモンが、サンクチュアリをそれぞれアルバムを発表し、2006年には、ダンカンが、 フューチャーパストとアントニーが、ハートフルオブソウルをリリースした。またアントニーは、リアリティサバイバル番組、俺は、セレブなんだ、こっから出してくれに出演した。日本では、アルバム、ワンラブが35万枚という大ヒットを記録したほか、4年のジャパンツアーは、各地で大盛況と人気を見せつけた。2009年4月に新しくレーベル契約を結び、 再結成を果たす。2011年1月には、ユーロビジョンソングコンテストに、イギリス代表として出場することを発表した。再結成後に仕上げた、I Can という曲でエントリーし、合計100ポイント、11位という結果だった。2010年7月に再結成後初のアルバムの、制作に取り掛かり、ブルーノマーズや、ニニオなどと曲を仕上げていると、 インタビューで語った。2013年にアルバム、ルーレットをリリースした。All Rise to Close If You Come Back, Fly By To One Love Sorry, Seems to Be the Hardest Word Featuring, Elton John You Make Me Wanna Guilty Signed, Shield, Delivered, I I'm Yours Featuring, Stevie Wonder and Angie Stone Breeze Easy Bubbling Car 10, Falls Get. ダウンオンイットフィーチャリングクールアンドザギャングアンドリルキムアイキャンハートラバーズブラックボックスエイヤーインザライフオブワンラブライブツアークローズツーブルーギルティーライブフロムウェンブリーベストオブブルーシングルアイビリーブマイハートダンカンジェームスアンドキーディーアルバムフューチャーパストアルバムリーライアンアルバムサンクチュアリーアルバムグレースアルバムハートフルオブソウル二人ぼっちありがとうございます。